まずね、水拭きでしっかり拭くのがポイント。水だけで綺麗になるのかと思う人がいるんですけど、なるんです、なるんです。水だけで乾いちゃうとね、筋が残るんで、乾く前に引き伸ばすみたいな。うわ、すっきり。やっぱり撥水はフッ素系の方が、フッ素系がいいですね。撥水かけるとこうギラギラしちゃうっていうのがあってさ、はい、シリコン系なんですよ。おお、すごい。皆さんこんにちは、ビューティフルカーズ洗車チャンネルの敦です。ももかです。このチャンネルは全国に8店舗とオンラインショップを運営する洗車と磨きコーティングのプロショップビューティフルカーズがお送りしているチャンネルです。はい、はい、ようこそ変態洗車チャンネルこのチャンネルを見た方はラッキーですよ。そうですね、洗車 3.0。 それ前回の動画見てないと分かんないですから洗車 3.0 ですよ、はい、洗車新時代、うん、洗車新時代をお届けしている、チャンネル登録者数10万人になって調子に乗っている村上です。最後まで見てくださいね、皆さん。そうそうそう、本当に、はい、車を楽に綺麗に保つというですね、ことをお伝えしているチャンネルです。はい。もう信者続出、信じた者が救われるチャンネルでございます。はい。そんなチャンネル、今日は何をするかというと、このフロントガラスこちらの撥水加工。ちょっと見てください、うん、フロントガラス綺麗なんですよ。そもそも最初からこの車綺麗。この車全然新車じゃないです。この車は僕の妻が乗っていて屋外保管で、はい、まあ、1年落ちの中古を買って1年経ったみたいな車です、うん、ここ見てください。ここほら、普通こうワイパー通ってるところとか結構ね、こっちに鱗ついてこっち鱗ないみたいなことになるんですけど、まあまあ綺麗。ただちょっとここにガラスの傷があるから、これはもしかして前からなのかな、どうなんだろう。まあそんな感じですと、うん、全然鱗がないですね、はい、で鱗汚れがない要因の一つとして、はい、ガラスに撥水コーティングをかけてるんです。はい、でちょっと待ってくださいね。でそれを今日は再施工します。ちょっと撥水がね、落ちてきてしまったんですけれども、はい、でこのガラスの撥水コーティングですね、はい、ビューティフルカーズはプロのお店なので、プロ用の耐久性が高いガラスの撥水コーティングを使ってるんですけれども、施工をご依頼いただいたお客様にはですね、こちらはですね、今年のお正月の動画を見ていただくと分かるんですけど、はい、視聴者の皆様に参考になるようにってことで、超ガラコ、うん、普通にカー用品店で売っている一般的に、ね、超ガラコを施工したんです、はい、結果ですね、半年ぐらいでだんだん落ち始めまして、今どうなってるかというと、はい、これちょっと水を含ませているクロスなんですけど、こう拭くと分かるんですけど、ほら、ね、あら、もうこの辺ワイパー通ってるところが落ちちゃって、取れちゃってますね。ね、取れちゃっております、うん、今施工からこれ11ヶ月経ったのでね、半年ぐらいからだんだん落ち始めてね、うん、こんななっちゃいました。もう今はもう見えづらい状態ですね。そうです、そうです。なのでここに再施工をするんです。はい。でですね、通常この場合再施工するときはガラス用のコンパウンドを使ってこの古い被膜を全部落とさなきゃいけないんです。僕らプロはね、機械でやるんですけど、皆さんはこう海洋品店で買ったやつでこうひたすら手でね、これを落とすと。超ガラコ結構被膜が強いので、落とすの大変なんじゃないかなと思いまして、今日はですね、上塗りしてみます。おお、上塗りでいいんだったらね、すげえいいじゃないですか。いいですね、はい、上塗りいっちゃうんですね、はいはい。で下地処理もですね、実はこれさっき洗車したんですけど、普通に洗車しただけですよね。でこれね、純水器といって、ビューティフルカーズは水道の水からカルシウムやマグネシウムといった不純物を取り除く純水器を販売してるんで、はい、まあ、その純水で今濡らしたクロスで拭いてるんですけど、うん、まあ、それでゴシゴシ拭いたらまあまあ綺麗になるだろうと、はい、で鱗とかもついてたらね、取らなきゃいけないんですけどね、このいつもね、まあ、それは他の動画見てください。ビューティフルカーズのね、洗車方法で洗ってるとね、これいつも妻が洗ってるんですけど、綺麗だ、綺麗ですね。まあこのまま乾いたら濡れるんじゃないかということで、はい、やってみますよ。わかりました。なのでこの動画だけ見たら一度よくわからないので、お正月の動画を見て、はい、あ、それで11ヶ月経ったらこういう再施工なのねっていうのを見ていただくと、はい、洗車するのそれの意味がわかりますので、かもしれません、はい、全然ダメかもしれないんで、はい、まあ、ダメだったらダメだということでわかりました。はい、お知らせします。でね、ガラスの撥水するときはこのワイパーが邪魔なのでワイパー立てたいんですけど、ワイパー立たないんですよ、この車。よくね、コメントでも俺の車はワイパーが立たないと言われますが、そうそう、同じような感じですね。こういうワイパー立たない車はですね、ワイパー立てるモードというのがあります。はい、ワイパー立てモード、はい、マツダの場合はですね、乗ってですね、はい、
イグニッションをですね、これ一回オンにしてこうブレーキ踏みながら押すとエンジンかかっちゃうんですけど、はい、まあ、ブレーキ踏まないでこうやってまたオフにしますね、はい、そしたらあとこのワイパーを上に2回おやるとワイパーがこのここで止まると止まります、うん、そうするとワイパーを起こせるということですね。ちなみにこれ戻すときはエンジンかけると戻るのかな、うん、もう一回こうしてあ普通にワイパー動かすのが戻るんですね、うん、また分かりましたね。戻らないってことが分かりましたので、はい、安心して作業できますね、はい、これね、ふとした時に戻ると危ないんですよ。確かに。でこのように立てたらですね、こうできますから、うん、起こせますね。これこの状態で動いたら悲劇ですからね。確かに大変なことになってしまう。大変なことになりますからね。ということで、立てまして、この水分をしっかり取って乾かします、うん、水分をね、乾かすっていうのが大事なんですよ。濡れたままやっちゃうとやっぱり良くないんですね。そうですね。なのでどうしようかな、ヒーターつけますか。はい、じゃあちょっと一回これ外に出してこれちょっとエンジンかけたらまた危ないね、これね。それこそ危ないね。危ない、危ない危ない。ちゃんとこう下ろしてからかけましょう ね、 はい、はい、そしたらちょっといいですか。そしたらですね、はい、このフロントガラスをしっかり乾燥させたいのでデフロスターにして、はい、そして温度もマックスにしましょう、はい、そうするとまあ暖気が終わるとこう相当熱い風が出てこのフロントガラスがしっかり温まって乾くので、うん、これで乾かしましょう、はいはい、今乾かしてるんですけどなんかね窓がね中が汚いのが気になるので、うん、はい、ついでに中の窓きれいにします。はい、これはビューティフルカーズのコンテンツの中でも大人気コンテンツ。内窓拭き260万回ぐらい見られて相当見られてます。動画があるんですけど、はい、それと同じのちょっとお知らせします。はい、まず用意するもの、用意するものはタオル3枚はい、ほどほどに洗ってパサパサになったやつ。新品ではなくですね、もう温泉でもらったやつとかそういうやつでいいです。はい、3枚ですね。そして水拭きをするので、はい、これが純水器といってですね、水道水の中からの不純物をミネラル分を取り除く装置なんですけど、はい、その純水で濡らして絞ります。しっかりと濡らして、まあ、水道水でもいいんですけど、うん、純水の方が楽です。より綺麗になります、ね、はい、純水器がない人は精製水とかですね、あとはバッテリー補充液でイオン交換水 100% ってなってるものなんかは実質純水なので、はい、そういうものを使って濡らすとすごいいいですよ。はい、そしてですね、あとは拭くんですけど、これ今はね乾かし中であったかいんですぐ乾くからすごい拭きやすそう。拭きやすそう。まずはちょっとバックミラーからこう拭いてですね、はい、でこのクロス2枚用意しておいて、クロスやタオルでタオルで拭いて、もう水気がなくなったらもうそれでいいんです、うん、なくならなかったらもう一回別のタオルで拭く。空拭き用のタオルですね、はい、はい、で、じゃあこの辺ね、汚いんですけどこう拭くと、まずね、水拭きでしっかり拭くのがポイント。はい、水拭きがあんまりにも適当だとね、こう汚れが伸びるだけで、なんかその後空拭きしてもなんかいまいちすっきりしないので、うん、で、こういうね隅もね、しっかりね、はい、拭きましょうね。よく、あれだね、すぐ、今デフロスター全開だからすぐ乾いちゃうね。乾きますね。なので、乾く前に拭きたいんで、乾いちゃうとね、筋が残るんで、乾く前にこのようにですね、こう拭き伸ばすみたいな、はい、軽く素早いですね。やると、すっきりするけど、これ表側の筋もあるんだね。なるほど。表側の拭き筋もある、はい、あるんだね。で、下の方手がね、届かないですよね、下の方は。ちょっと一回止めるね。はい。さすがに乾きすぎる。下の方はですね、これ特に狭いんで、まあ、ちょっと一回火届くとこまでまずやるでしょ。はい。これやるでしょ。うんうん。でも本当に先はね、届かないですね。届かないところはこのヘラ。はい。ホームセンターで売ってるね、ヘラ。はい。先っぽ傷つけないようにヤスリで丸くして。はい。そこにクロスをこう巻いて。このように、こ
こうしてみましょう。横にやりたくなるけどね、なんかいろいろ今までやった結果こういう感じでやるのがいいです。ザク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 いいですよ、はい。でこれがね純粋だとまあ本当に隅ここまで全部空拭き、これを全部こう空拭きで取らなくても意外と綺麗になっちゃうんで、はい、バクなんですよ。水道水だと結構拭き筋になりやすいですね。そうですね、空拭きも同じようにとはいえね、うんうんうん、おあいい感じですね。そうですね、いい感じですね。上が乾いちゃう、デフロスター効きまくってたから乾いちゃう、温まってます。乾いちゃったな。でこれ乾いちゃったらこの筋ってねもうから拭きしても取れにくいんで、この濡れてた方がいいんですよ。こうやってもう一回ちゃんと拭く、濡れてる状態で この濡れてるのを伸ばしながら取っていくのがポイント、はいね、そうすると拭き筋が出ないんですよ。うーん、なるほど、ね、こんな感じですと助手席も入れます、はい。水だけで綺麗になるのかと、うん、こういうところとかね思う人がいるんですけど、なるんです水だけで十分専用のクリーナーとか使わなくても、そういうの使わない方がいいんですよ。使うとねその成分でねどんどんネトネトになっていくんですよ。あとこうなんかとはいえ今拭いてる時にこうムラなく拭けてなくてなんかちょっと跡みたいに出るじゃないですか、はい、でそういうのがこう夜曇った時とかにはなんかこうちょっと跡になる時あるんですけど、うんうん、気にしない曇ったまま運転しないから、はい、デフロスター使って曇りを取る、うん、それでねまたそこでちょっとなんかティッシュとかで拭いちゃうとまた汚くなっちゃったりしますからね。これだけで本当にね嘘みたいに綺麗になるよ。タバコのヤニとかもね基本的には水溶性なんでね、はい、取れますよ。あ、簡単に水だけで、簡単に、ただなんか何回も拭くことになるよ。あ、そういうことですね。そのクロスが汚くなるからそれを水ですすいでまた拭いて、うんうん、また拭いてみたいになる、うんうんうん、よし簡単。ついでに外もやるか、今からあれですからね、撥水加工するから綺麗な方がいいでしょう。そうですね、外もね同じでね、同じ容量でボディに当てないようにね傷ついちゃうから、綿のタオルは傷がついてしまうので、こうしてですね、はい、そのまま乾かすとなんか白い筋みたいに残っちゃうので空拭きで拭き伸ばす、こういうふうに伸ばしながら乾かしてあげると、すごい、うわーすごい、ね、ガラスが今あったかくなってるから、ふわーっとね吹き伸ばして綺麗になっていきましたね。うわ、すっきり、すっきりしてます、うん、またちょっとつけるか。これをねポイントはねこうやっても取れないんです。はい、これでいい、こう伸ばすと、ね、カサ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 っとね吹き伸ばす、うん、まあまあ綺麗だね。ちょっと鱗もあったりするけど、うん、まあいいでしょう、うん、まあまあ綺麗、綺麗です。はいはい、でちょっと乾燥させますね。はい、今あと乾かしてるんですよ、うんうん、外も拭いたから、はい、しっかり水分もね飛ばしてあげることが大事なので、でこれは腸からこうこちらですね、はい、もう11ヶ月前に使った残りはい、説明書を読む。ガラス面の汚れやホコリを洗い落とす、いいでしょ、うん、ボトルをよく振り黒いキャップを外してフェルト面を出す、液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトル側面を押して液を少し出し、やや強めにこすりながら塗り込む、はい、5から10分乾燥させ、きれいな乾いたタオルで拭き上げる。ガラスでより強固に定着させるため、拭き上げ後12時間以上乾燥させる。おお、なんだすぐ水かけて試そうと思ったの。12時間を乾燥させないといけないですね。なるほど、変わりました。はい、じゃあその間にもう乾いたと思うんで、じゃあやります。はい、よく振る、振ってください。キャップを取る、フェルト面を出してください。フェルト面が出ました、はい、そしたらブチュッと出す、押して側面を押して出た、ね、
あとこれを塗ればいいんでしょ。簡単ですね。塗ればいいんでしょ。 ボディにちょっとつけたくないな。ちょっと待ってな、ちょっとプロっぽくやってみるか。プロっぽくってプロが言っていいんですか。プロのものではないが。あ、そうですね。あ、そんな感じで塗りますね、お店のやつとかもね。見てよ、隙間がない。おお。あとこれ多分ね、少し白く見えるでしょう。ちょっと縁が白く見える。あ、そう、どんどん乾くと白くて。乾くと白く見えるでしょ。そうですね。これ多分ね、一般の人だから分かりやすいようになってるんですよ。あ、濡れてるところが分かりやすく。そう、これプロのやつはこんなことなんない。なんないですね。素早い。ここどうすんの。で、あ、最後ね、縦がいいと思いますよ。縦、うん、まあ、一番いいのはこうワイパーの向きだと思う。そうしてこうか、動く向き。そうしてこうか、うん、水の飛び方だけで考えたら、あの縦がいいと思うんですよ。あ、ちょっと走ってる時にこう飛んでいくからですね、うん、でもワイパーのビビリとかが出やすい人いるじゃん。はい、ちょっと足りないかな。拭き取っちゃった。あのビビリとか考えたらこの向きがいいような気がする。はい、知らないけど。どうしよう、縦にしとこうか。どっちですか。分かんない。で、ちょっと待ってね、ここここここ、もう濡れてないとこ、こういうとこはね、こう液ついてる間にこうちょっとね、こう今の間に伸ばしちゃおう。もうこれでいいから。はい、メンタオルで、うん、これでおそらく伸びたから、綿タオルでも何でもいいと思う、うん、どうせさ、弾いても弾かなくても関係ない。そう、視界に関係ない部分で。でも弾いてないと格好悪いじゃない。そうですね、はい、最初一本ちゃんと縦にやってから。やっぱり撥水はフッ素系の方が。フッ素系がいいですね。よろしいんですね。ガラコはフッ素系なんですよ、うんうん、ガラコはシリコン系だと思う。シリコン系と、シリコン系はね、なんかね、ギラギラするイメージが、はい、今のもするのかしないのか分かんないですけど、もうなんか撥水かけるとこうギラギラしちゃうっていうのがあってさ、はい、あれシリコン系なんですよね。うーん、弾くのはねシリコン系の方が弾くんですよ、はい、だからあのゆっくり走っててもふわーっと飛んでいくみたいなのは、あのシリコン系なの、はい、でもどうしてもギラギラしちゃうんだよね。やっぱりフッ素系がやっぱりギラギラせず。フッ素系は耐久性が高いんですよね、はい、ギラギラもしない。そう、なんかワイパーなしでも飛んでいくのが目的ではなくて、ガラスってね、鱗汚れがつきやすいんですよ。はい、なぜならガラスはケイ素でできてて、鱗汚れもケイ素が原因だったりするからです。はい、だからコーティングしてあげることによってそのフッ素が挟まると汚れがつきにくくなるんです。はい、そのために。はい、ということです。塗り終わりました。なんか大丈夫かこれで。まあ、なんか市販品なんでぶっちゃけどうでもいいと思います。で、ちょっとその隅々ね、隅々を伸ばしてあげるところで、この乾燥する前にこの濡れてない隅々をちょっとこんな感じでね、はい、伸ばしてあげると、このうっすらと隅々についていると思うんで、うん、蝶ガラコのボディでやっちゃうとこうガンガンとぶつかっちゃったりしますもんね。するからね。これがこう、あれじゃないですか、プロのごまかし技じゃないですか。こだわりポイントじゃないですか。ごまかし技、昔はどうです。ちゃんとね、拭き伸ばすとその白いのがなくなって。そうそうそう。じゃあここから5分ぐらい乾燥だっけ。5分から10分乾燥。じゃあ5分乾燥させましょう。はい、じゃあ乾燥時間を置いたんで、はい、拭いていきます。タオルで拭けって言ってましたけど、僕マイクロファイバークロスでちょっと拭いていきます。はい、拭き取り、マイクロファイバークロスの方がね、むらなく拭けると思うので、うん、こうやって拭いてもいい、全然いいんですよね。はい、まあ、でもすぐ透明になりますね。うん、粉が入ってるおかげで拭きやすいし、うん、拭けてないところも分かりやすいし、簡単です。簡単ですね。とても簡単。まあ、この上塗りでいけてんならね、本当は処理してちゃんと剥がさないといけないんですけど、塗るのよりね、剥がすのが大変なんですよ。うん、剥げないように作ってるから。そうですね。これでいいんだったらすごくいいと。あと普通はもっと鱗ついてるから、一回それをきれいにしないとそもそもきれいに仕上がらないので、はい、それが大変なんですけど、ビューティフルカーズの普段の洗車方法はね、
してるから、うん、もうガラスも大して汚くないので鱗がね、うん、ついてないです。簡単なんですよ。このあと12時間触るなと、濡らさないようにめちゃくちゃ今の時期やな、秋田外6階保管なので、はい、あの普通に夜露が降りちゃいますから濡れちゃうんですけど、でこのあとちょっと片付けの間だけまたデフロスターで温めて、はい、しっかりと乾燥させてみます。はい、はい、あの超軽くなりまして、はい、12時間雨に濡らすなという話だったんですが、はい、雨が降ってきました。はい、濡れました。濡れてしまいました。ということでですね、これ塗って30分ぐらいヒーターつけて、うん、デフロスターでガラス温めてたんで、はい、まあ効いてんのかなということで、もうせっかく濡れちゃったんで、はい、そうですね、純粋シミにならないこの純粋かけて弾き具合見てみましょう。はい、お願いします。どうなんでしょうか。おー、すごい、おお、綺麗にね、この辺なんか剥げてるとこと剥げてないとこの 差が本来あったけど、ワイパーの通った跡が今んとこ、ここで今見る限りは大丈夫そうですね。すごい、ね、綺麗に弾いてます ね大丈夫そう、大丈夫そう、うん、ということでワイパーは動かさないで、せめて明日の朝までは動かさないで置いてみます。はい、はい、これやっぱりガラスを温めたのがポイントですかね。いや、多分何もしなくてもこのぐらいは弾くと思う、うん、はい、よかったです、よかったです。はい、ということでボディはディティールカーズの洗車方法は大して弾かないんですが、さっき洗車してイージーグロスコタナのを塗ってるので綺麗に水が引いていっておりますね。いい感じでございます。はい、はい、ということでですね、今日はガラスをきれいにしてみました。はい、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知ボタンお願いいたします。お願いします。ビジュールガーズ先生チャンネル、たくさんの皆さんにですね信者になってくれまして、はい、信じるものは救われるチャンネルとなっておりますので、はい、ぜひ信じてみて、楽に綺麗な車を楽しんでいる方はぜひ信じてみてください。はい、はい、ではまた次の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございます。